俺の名前は高峰明。東京の高校に進学が決まった中学3年だ。俺の地元は山の麓にある田舎で、上京する人は昔からもてはやされている。ただしそれはイケメンに限るのだけれど。ワルオくん、東京の高校に決まったのすごーい。受験すれば誰でも入れる高校だからさ。謙遜しちゃって。東京ってスカウトとかあるんでしょ。ファッション誌に載ってもおかしくないくらいかっこいいもんね。いやいや、俺なんて普通だよ。ま、アキラに比べたらまともかもしれないけど、はあ、彼の名前は鈴木ワルオ。学校で一番かっこいい人気者だ。対して俺は学校で一番のブサイクと昔からワルオに言われ続けてきた。田舎の学校だから全校生徒50人もいないんだけど、アキラは無視するのか。一緒に東京に行く仲だろ。アキラくんも東京に行くの？なんか合わないね。別に学校は違うし。何言ってるんだよ、俺たち友達だろ。合コンがあったら誘ってやるからさ。ワルオくん優しいだろ。だろ、引き立て役としてだろうな。やがて俺たちは高校生になった。寮に入ることも考えたが、コミュ力に自信がなかったので、俺は親戚の家から通うことにした。知り合いが誰もいないこの地なら、高校デビューだってできるはずだ。まずは学校が始まる前に原宿で服を揃えようと思う。うわ、人だらけ。みんなおしゃれだな。下手に私服なんか着てこなくてよかった。とりあえずどこの店に入ればいいんだねえ君。俺その制服上り高校だよね。うん、今年から1年だけど。私も今年から上り高校に入学するんだ。君も1年ってこと？そうだよ。同い年なのに美人でおしゃれ。こんな人がいるなんて、やっぱり東京すごいな。私の名前は舞鶴葵。君は？高峰明。いきなりで申し訳ないんだけど、男子高校生が入るような店ってどこかわかる？こういうとこ初めてで。あきらくん面白いこと言うね。いや冗談じゃなく。お待たせ葵ちゃん。友達？初対面ですよ。そういえばひかりさん、メンズファッション誌立ち上げるって言ってましたよね。モデル見つかりました？まだだけど。見つけてあげましたよ。え？ん？まさかこの子？俺？何の話？絶対に磨けば光るタイプです。そうは言ってもさすがにこれは。ほら君、どこの店に行けばいいかわからないんでしょ。案内してあげる。ありがとう。舞鶴葵さんは中学時代から読者モデルをやっているのだとか。光さんと呼ばれた人は雑誌の編集者らしい。さすが東京、こんな人たちがそこら中にいるようだ。この人たちならきっといい店を選んでくれるはず。いらっしゃいませ。髪を切りたかったわけじゃなくて、服が欲しかったんだけどな。まあいいか。スタイルどうします？スタイルってなんだろう。お任せもできますよ。じゃあそれで。2時間後。ごめん葵ちゃん、やっぱりあなたの目は正しかったわ。でしょ？スタイルも顔もいいし、髪だけもったいないと思ったんですよね。これが今までブサイクと言われ続けて、彼女いない歴イコール年齢だった俺。葵ちゃんには最後まで付き合ってもらうわよ。スタイリスト呼ぶから。あれ？今日撮影はしないって。やるのよ。あきらくんだっけ？いいわよね。はい、何ですか？次は服を揃えるって言ってるの。はい、お願いします。服屋に入るのかと思ったら、なぜか撮影スタジオに連れてこられた。指定された服を着せられて、何が何だかわからないうちに撮影が始まっていた。どうやらメンズファッション誌に載るらしい。俺服が欲しかっただけなんですけど。あげるわよ。もらっていいんですか？今回だけ特別、私からの選別よ。これからモデルとして稼いでもらうからですよね。コーラ、俺みたいなブサイクがモデルなんてできるんですか？君ね、まずはそのマイナス思考を直しなさい。でも俺、今までずっとブサイクって言われて生きてきたんですよ。容姿なんて人や場所によって価値観も様々なのよ。こっちの世界ではね、雑誌に載ったら最強なの。これから世の男子たちがあなたに憧れてあなたを真似するんだから、堂々としていなさい。俺、堂々としていていいんだ。それにしてもかっこいいな。アキラくん、学校始まったらモテるんだろうな。いやいや、絶対そんなことないから。それから俺はモデルとして活動しながら学校に通うことになった。モテるって言われたけど、やっぱり全然だな。自分から話しかける勇気なんて俺にはないし。かっこいいよね。話しかけてみようか。アキラくん、なんか元気ないね。堂々としてなきゃダメだよ。ああ、そうだった。モデルも楽じゃないね。そうだよ、人に見られるんだから、いつも気を抜かないようにしないと。ちょっとごめん。アキラ、久しぶり。合コンやるけど、もちろん来てくれるよな。ああ、友達？ああ、まあ友達かな。合コンに誘われてる。へえ、さすがアキラくん。いや、俺なんて引き立て役だよ。東京って合コンとかよくやるの？そうだね、他校の生徒と友達になれるし、私も結構参加するよ。葵さんも？最近もモデル仲間に誘われたしね。あきらくんも1回くらい参加してみたら？どうせ引き立て役だけど、初めての合コンだしな。周り全員知らない人よりも知ってる人いた方が参加しやすいからな。悪男だけど。よし、参加してみることにするよ。結果教えてね。笑える結果を持ってくるよ。どうせアキラくんの独り勝ちだと思うけど。え、なんか言った？なんでもない。合コン当日、俺は撮影が長引いてしまったせいで集合に遅れていた。そっちあと一人どんな人が来るの？これでもかってくらい芋臭い陰キャのブサイクが来る予定。なんで呼んだんだよ。引き立て役ってことでしょ。性格悪。でもそんな悪男くんが好きじゃねえし。つらっ、せっかく陰キャ好きな人がいるかと思って呼んでおいたのに。陰キャ好き？静香とか？私？でもかっこいい陰キャっているよね。いい人アピールか。ごめん、遅れた。うわ、やっぱり俺みたいなブサイクが来るところじゃなかったのか。お前誰だよ。誰って高峰明だけど。え、高峰明？もしかしてモデルの？めっちゃイケメンじゃん。え、すご。は、本当だ。まさか本物かよ。そんなわけないだろ。こんなのなりすましだ。なりすましって悪男が呼んだんじゃないか。お前は昔からブサイクのはずだろ。なんだよ、顔いじったのか？替え玉か？俺は騙されないからな。そんなことして何になるんだよ。俺は正真正銘ブサイクの高峰明だから。こんなイケメンが来るなんて聞いてないんだよ。俺がイケメン？ブサイクだから髪で顔を隠した方がいいって言ったのは悪男だったじゃないか。何それ、かわいそう。きっと。いや、それはこいつが本当にブサイクで。お前、引き立て役が来るって言ってただろ。俺らが引き立て役になってるじゃねえか。鈴木丸尾くんだっけ？名前通り最低な人だったんだね。いや、だから俺じゃなくてこいつがみんなを騙してて。黙れよ。俺たち友達だろ。裏切られた気分だわ。あきらくん、サインください。え、サイン？あ、メンズ雑誌なのに読んでくれてるんだ。サイン。私もモデルやってて、研究でメンズ雑誌も読むんです。椋原静香って言います。じゃあ静香さん。ごめん、撮影長引いちゃって。あ、葵さん。あれ、あきらくん、まさか一緒の合コンだったなんて。嘘だろ。まさか売れっ子モデルの舞鶴葵さんと知り合いなのか？知り合いじゃなくて友達だよ。葵、友達だったなら教えてよ。ごめんごめん。そんなブサイクのアキラだったはずなのに。何この人、失礼だね。アキラくんはイケメンだよ。俺がイケメン？いやまだだ、俺だってアキラに負けないくらい。人って見た目より中身だと思う。君は顔だけじゃなく中身もブサイクだね。正論。そんな。ごめん、アキラくんいるなら私アキラくんと2人でお話ししたいし、抜けるね。え、いいでしょアキラくん。まあ、うん。なんか俺いると和道が困りそうだし。よかった。じゃあそういうことで。俺と葵さんは日が暮れた街に繰り出すのだった。後で聞いた話だけど、合コンは悪男をその場に残して即解散になったらしい。俺と葵さんはカフェで食べたり喋ったり楽しい時間を過ごせた。後日、2人は今日も一緒ね。2人とも目立つんだから変なとこ行ったりしないでよね。変なとこ、山奥とかですか？どんなカップルよ。出た、アキラくんの田舎ジョーク。いや本気でわからなくて。日をまたぐような遊び方はやめておきなさいって言ってるのよ。高校生だしね。ちょっとひかりさん。日をまたぐ遠出ってことかな。葵さんと旅行できたら楽しいだろうな。なるほどね。葵ちゃん、これは苦労するわよ。ひかりさんうるさいです。その後、俺と葵さんは付き合うことになった。田舎に住んでいた頃からは想像もつかないことだけど、今ではモデルカップルとしてネットではそれなりに有名になっているらしい。漫画エンジェルネコウカチャンネル登録よろしくお願いします。